上がった3人で決勝戦を戦う合計10試合の真剣勝負。各大会の優勝者には賞金30万円が贈られます。1回戦 E グループは小林愛実が2大会連続の準決勝進出。 A グループでスコア195の山田が尾上に続きワイルドカードを獲得した。続いては1回戦 F グループ、戦うのはこの3選手。気まぐれヴィーナス、大島優香。前回大会1回戦ではスコア217を出すもグループ2位、勝ち上がることはできなかった大島だが、ある手応えを感じていた。一番良かったなと思うのは、まず割らずにスコアメイクをできたこと。大島の課題は P リーグ出場24ゲーム中23回も出しているスプリット。しかし前回大会はスプリットゼロ、ノーミスで終えた。今回も目標は割らずにノーミス。そして序盤から駆け出していければみんなをもう追いつけないほどのスピードで走り抜けていけば勢いを取れるんじゃないかなと思うので、頑張りたいと思います。スタートダッシュで初戦突破を狙う。可愛いポップガール川崎由里。公式戦 P リーグともに優勝経験があり、若手の中でも伸び盛りの川崎。そんな川崎がさらなるレベルアップのために臨んでいるのが肉体改造。5キロは落としました、はい、体幹ちょっとメインでやりながら食事を変えました。私の武器はスピードだと思ってるので、やっぱり一気に体重変化してしまうと吸湿とか休息にも影響が出るっていうのが私も分かったので、ちょっとずつっていうのを意識して落とします。絞った体で準決勝進出なるか。発展途上ひまわり娘古田翔子。シリーズ制になってから準決勝進出が一度だけと、ここまでいいところを見せられていない古田だが、今回は気合が入っている。働いてるところで、まあ、健康ボディ教室とかやらせてもらって、結構その来てくれる、まあ、やっぱお年寄りの方が多いんですけど、 P リーグを見てくれて、この前惜しかったねとか、この前難しそうやったねとか、みんな声かけてくれるんで、ファンの声が一番の後押し。その方々のためにも頑張ります。シリーズ20221回戦、今週は F グループの戦い、丸山隆プロとお伝えしていきます。よろしくお願いします。さあ、今週のこの F グループ、大島由香、川崎由衣、そして古田翔子、どんなアジャストを見せるか。まずは川崎由衣からの1投目です。スピードボールを投げます。川崎、ストライク、いいボールです。強い。川崎はこの P リーグ81戦、89戦、92戦、3回の優勝を誇っています。気持ちが乗った1投目、ストライクでした。川崎、そして大島由香、ストライク、ナイスボールです。大島もストライクの滑り出し。さあ、古田です。冷静にレーンを見るようにしたいという古田。1投目どうだ、戻るか、ちょっと厚めに入ったか。8本です。ここは落ち着いてこのスペアをマークしてもらいたいところ。ここは2本マークしていきました。川崎由衣、おっと、すごいアピンアクションです。7番と
10番が最後順番に倒れてストライク。一瞬ヒヤッとした一投でした。ダブルに持ち込んだ川崎優衣です。大島由香、第1フレームはストライク、右側のライン、第2フレームです。ここから大きく曲がってくる。今綺麗に1番2番の間に吸い込まれるような感じに見えましたけれどもね、7番ピンがタップしました。いい感じでは入ってるんです、はいはい、あとは7ピンの倒れ方、はい、ここの部分の攻略を左右のレーンの違いでどう自分たちで作っていくかですよね、うん、古田翔子、10番ピンには届きません。ここ9本です。ここはきちんとマークしていきました。古田、ここは10番ピンをきちんとマークしました。この後も熱戦が続く。